人大閉幕、大きな北朝鮮と化した中国の李強新首相が1時間23分の記者会見で語ったこと。まさに習近平による習近平のための大会だった。昨日3月13日午前中、5日から北京の人民大会堂で行われていた全国人民代表大会が閉幕した。かくして中国はどこを切っても習近平しか出てこない金太郎飴国家と化した。本来であれば2期10年を経た習近平主席は国家主席を退任しなければならない。だが建国の父毛沢東主席のような半永久政権をもくろむ習主席は5年前の全国人民代表大会で憲法79条の国家主席任期規定を取っ払ってしまった。そして今回満を持して異例の国家主席3選を果たしたのだ。習近平来賛発言が延々と。3月10日夕刻、人民大会堂に賛成2952票、反対0票、棄権0票。よって習近平同志は国家主席に当選したという発表が鳴り響いた。すると会場の全国人民代表大会代表たちは一斉に立ち上がって壇上中央に立つ皇帝様に向かってひときわ大きな拍手を送った。中国共産党の党職であるシンクの派手なジャケットを着た CCTV 中国中央広範電子総体の女性アナウンサーが興奮気味に伝えた。満票の賛成によって習近平が国家主席に当選しました。まさに歴史の選択、人民の選択、時代の選択がなされたのです。 CCTV の記者が会場から出てきた全国人民代表大会の代表たちに次々とマイクを向ける。陳炎代表、満票での当選は党の心、民の心が向いたもので、誰もが待ち望んでいたことです。必ずや中華民族の偉大なる復興の機運壮大なパワーが結集されることでしょう。我々は中国式の現代化にすこぶる自信を持っています。今後、国家はさらに強大、富裕となるのです。成功代表、場内で習近平が国家主席に当選したとの発表があったとき、拍手喝采がいつまでも止まなかった。その後、習近平主席による憲法の宣誓が行われた。重々しく人民の期待に応えると宣誓された。これこそ党の心というもので、民心の向かうところだ。14億の人民が心から習総書記をいただいたのだ。余正陽代表、総書記はいつでも我々の四川省を心にかけてくださる。農村振興の未来の途上には我々はこのような民心の向くリーダーがとても必要なのだ。このような新たな歴史に立ち、我々は自信と決心で満ちている。毎日がますます赤い日のように明るくなっていく。王永州代表、習近平総書記が国家主席に当選されたことは本当に嬉しい。それが我々全国の人民の心情なのだ。なぜなら総書記の心の中には私たち庶民のことが入っているからだ。これほど長い間我々農村地域に天を覆うような変化が起こっている中で、庶民の生活はますます幸福になっていくと固く信じている。魏立華代表、習近平総書記の舵取りの下で中国の特色ある社会主義は非凡な成果を上げた。習近平国家主席の当選は人民の共同の意思だ。我々はトップ企業としての役割を十分に発揮し、産業の発展が農民を富ませ、農村振興に助力していく。社会主義現代化国家の全面的な建設に向けて実際の行動で示していく。
幸先良いスタートが切れた。対話代表、我々は習近平同志を核心とする党中央が謙虚な指導の下で行く道に立ちはだかる障害に打ち勝っていけると固く信じている。我々は昨年10月の第20回共産党大会の精神を全面的に貫徹し、強国建設の教育に向けて党が人を育み、国が才能を育むようにしていく。人民が満足する教育によって我々は貢献していくのだ。楊恩蘭代表、中華人民共和国主席への当選は民心の赴くところであり、歴史が選択したものだ。一人の三農、農業、農村、農民の従事者として故郷へ戻って真っ先に両会、全国人民代表大会と中国人民政治協商会議の精神を地方の人々の心の中に伝えたい。そして庶民が生活を改善していく役に立ち、農村振興に尽力したい。故平良代表、中国という巨船は習近平総書記の指導のもと必ずや行く手穏やかに進んでいくだろう。私は科学技術に従事する者として、オリジナル技術の創造と鍵となる技術の開拓によって自己の科学技術の能力を中国式現代化の発展のために生かし貢献していきたい。これ以上はもう省略するが、金太郎飴のような習近平来賛発言が延々と続いたのだった。全国人民代表大会の代表たちへのインタビューが一段落すると、今度は中国全土の人々にマイクを向けて再び習近平来賛発言を延々と放送した。さらに東南アジアやアフリカの親中人士たちの習近平来賛発言まで紹介された。中国はいつの間にか大きな北朝鮮と化してしまった。そんな中でささやかな抵抗も起こった。習近平総書記が国家主席に全票当選した頃、北京市内の上空には春の黄砂の猛吹雪が巻き起こった。北京子たちはそれを撮影しては今の風景として写真で送り合ったのだ。これを中国語では天怒人怨、天怒人怨、天の怒りと人の恨みと呼ぶが、もちろんそんなことは文字にできない。そのためただ今の風景として黄砂の猛吹雪の写真を送り合ったのだ。3期目の習近平政権、側近起用目立つ、忠誠心重視の布陣、忖度が一層強まるのではないか。13日に本格始動した3期目の習近平政権は、習国家主席の複数の側近らの要職起用が目立つ忠誠心重視の布陣でもある。行政経験や実績よりも習氏との近さこそが人事の最重要基準だ。共産党関係者は公表する。全人代閉幕後、新任の李強首相が臨んだ内外記者会見。会場では副首相4人が同席した。丁薛祥筆頭副首相は上海市、柯立芳副首相は福建省、そして李氏は浙江省と、習氏がトップに駆け上がるまでの地方勤務でそれぞれ地遇を得た側近が居並ぶ光景となった。また習氏の絶大な信頼を背景に存在感が強まっているのが最側近といえる汪兆恒公安相だ。今回副首相級の国務委員兼務という異例の昇進を果たした。汪氏と面会した外国人が習氏を称えると嬉しそうな顔を見せる、北京の外交筋という中心だ。スパイ摘発などを担う国家安全省には習氏の旧部下である陳一新氏が再任された。汪氏とともに反体制活動家の摘発や米欧流の価値観の流入、機密情報の国外流出の防止を担う。今回の全人代では最高人民検察院最高検トップに習氏に近い汪雄氏が昇格し、習氏が重視する司法・警察部門の掌握が一段と進んだ。
全人代では昨週の党大会で中央委員閣僚級や中央委員候補から退きながら、以降中国人民銀行総裁、李尚福交通運輸相らが留任した。前例を踏まえて閣僚も退任するとの観測が覆された形だ。党関係者は閣僚人事の規則性がなくなった。習氏の一存で人事は決まるとして、忖度が一層強まるのではないかとの見方を示す。